リガ連射。あ、やっていきます。クターのテクノじゃんけん。これもね、ランキングのないタイプのゲームです。ランキングがないということは、熱くなる必要がない。まずはあらすじから。笑っているのか泣いているのかさっぱりわからないが、夏は夏王子のことを思い出してしまう脅威の無表情キャラクター。グーチョキパーのじゃんけんではなく、テクノアイランド独特のテクノじゃんけんでみんなと勝負だ。グー、カー、パー、ゴーの4つの手を選んで勝ち進め。そういうことらしいよ。ヒントがあります。ヒントはね、下に出していくと見えるかな、見えないな。ほい。こうかな。こうですね。このゲームのコツ、よく見るとみんなの構えている時から手の形を作っているぞということらしいですよ。まあ、まずはね、あまり何も先入観なしにやってみましょうか。グー。こういう順で勝ちかな。これもグーじゃない？グーに対してパー。そうじゃない？あれ？これ、引き分けなのか。グーに対しては、何なんだ？グーに対しては、ピカクターじゃん。これはグーだから、ゴー。ゴーゴーだ。あ、ダメ。あ、グーゴー。ん？グーゴー。パー、グー、ポーカー。これは、パー。オッケーオッケー。これだから、ゴーか。あ、あったあった。こう、右回りに勝ちなんだね。こう、パー。オッケーオッケー。パー。ゴー、オッケーオッケー。パーパーパー、危ね。危ないね。カーだからグーですね。イエー。パー。はい。あ、これはカーか。珍しいな。パーは初めて見た。オッケー。後ろ今、原始人みたいな人が歩いてない？これパー。イエー。パー、カー、カー、カー。オッケー。あー、ゴーだ。あ、違う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 。やっちゃったー。もういいよ、こんなもんでいいね。こんなもんでいいね。これ以上やっても多分、こんな感じだよ。クタのテクノじゃんけんでした。まあ、気になる人だけやってみてください。新しいのスコアは13でした。ほな、また。